角野隼人は日本のピアニスト。YouTuber ーーピアニストコチン、カティンとしても活動。千葉県八千代市にて、父母妹の4人家族。母は自宅でピアノを教えており、家のリビングにあるグランドピアノを気がついたら触っていた。3歳から母の指導を受け、6歳から金子勝子氏にも指示。中学受験をして東京都内の私立改正中学校。 高等学校に入学。2014年に東京大学理科一類に入学。東大ピアノの会と東大ポンプに所属。3年時に工学部係数工学科数理、情報工学コースに進学し、音声情報処理の手法について研究。東京大学大学院進学後は、情報理工学系研究科創造上報法学専攻にて、機械学習を用いた、 自動財布と自動編曲について研究。2018年のピティナピアノコンペティション特急グランプリ受賞を契機に本格的に音楽活動を始める。2018年9月より半年間フランス音響音楽研究所に留学。2019年に東大ポンプの先輩らと男女混成6人のシティソウルバンドペントハウスを結成し、個人名義で PEF を担当。 2020年3月に東京大学総長大賞を受賞し大学院を終了。ユーチューバーコ個人カティンとしても活動中で、チャンネル登録者数は80万人を超えている。2018年のピティナ特急グランプリ受賞を契機に、本格的にピアニストとしての活動を始める。現在、ピアノを金子勝子、吉田智明に、ジャズ理論を宮本奈に指示。 これまでに、国立ブラショフフィルハーモニー公共楽団、日本フィルハーモニー公共楽団、千葉公共楽団、スタンダップオーケストラ、シアターオーケストラ東京、群馬公共楽団、読売日本公共楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、東京フィルハーモニー公共楽団等と共演。フランス留学中に、クレール・テゼル、ジャンマル・クルイ・サダラに指示。留学中に、 パリのサール・コルトなどで合わせて9回のコンサートを行ったほか、ウィーン、ポーランドにて、リサイタルに出演。2019年だけで年間30回以上のコンサートを開催。2019年12月に行った全国ツアー、インスピレーション・フロム・ラフマニノフでは、札幌、福岡、大阪、東京、東京追加、名古屋の全6公演のチケットが完売した。 2020年は新型コロナウイルスの影響でほとんどのコンサートが中止となったものの11月6日に開催されたカプースチン追悼コンサートデディケーテッドツーユーニコライカプースチンフォーエバーなどに出演12月13日にサントリーホールにてソロリサイタルに公演公演を同日開催リアル公演のチケットは発売日即日完売 ストリーミング公演は世界11の国と地域にも同時配信、主張された。2021年には6月6日及び7日に、ブルーノート東京にて2デーズのべ4公演の単独ライブを開催。2021年10月に開催された第18回ショパン国際ピアノコンクールで3次予選進出。主な演奏動画はピティナピアノ時点、各のハヤトで閲覧することができる。 また、2019年の結成以来、バンド、ペントハウスのメンバーとしても活動しており、配信シングル9枚、単独ライブ2回のほか、毎週バンドの公式 YouTube チャンネルで、カバー動画などを公開している。YouTuber 名、カティンは、中学1年生の時に、太鼓の達人をプレイする際にひらがな4文字の名前を、登録することになり、 ゲームのキャラクターのかっちゃんの名前をもじって付けたのがカティンだったことに由来する。中3の頃からボカロや音ゲーの曲をニコニコ動画に投稿。2011年9月に YouTube チャンネルに初めて動画を投稿エクセレントライトハンドプレイ。当初は指イートなどの趣味のゲームのプレイ動画やゲーム音楽の動画を投稿していたが2019年春頃から YouTube を 自分の音楽を自由に発信する場として、クラシックアニメゲーム、国内外のポピュラー音楽、ジャズなど、ジャンルを問わず様々な曲を自ら作曲、編曲、演奏して投稿している。また、人気 YouTuber とのコラボレーション動画、卒業式ピアノドッキリ、もしもオタクがコンクール全国優勝者だったら、残酷な天使のテーゼ、ピアノパフォーマンス、クルーエルエンジェルズシシスや、 ストリートピアノでの演奏動画などもある。チャンネル登録者数は2019年4月に3万人、同年12月に10万人、2020年10月に50万人、2021年8月に80万人に達し、総再生回数も8700万回に達した。2020年からピアノの他に猫、トイピアノ、ピアニカ、ルーパー、カホン、シンセサイザー、 自動演奏ピアノも使用した動画を制作している。2020年4月6日から新型コロナウイルスの流行による外出自粛、コンサート自粛の流れに伴い誰でも参加できるプレイウィズコチンの企画を開催。参加者が作った短いパフォーマンス動画に本人が伴奏や演出を加えてコラボ動画を制作し公開している。 2020年7月には、同じユーチューバーピアニストの菊池亮太、K ちゃん、小座と共に、ゼップ羽田デ無観客配信ライブ、ネオピアノ c o ラボを開催。2021年2月に、第2回のネピラボ、ネオピアノ c o ラボインベンションに出演。ラジオ番組、テレビ番組、ラジオ番組、ありがとうございます。